セオボールド・エイドリアン・パームは、日本で活動した、オランダ系スコットランド人宣教師である。また、日本の格下やクル病の報告でも知られる、明治時代は、バントも表記された。セオボールド・パームは1848年、イギリス領政論の首都コロンボに、オランダ系スコットランド人宣教師である、父ジョン・パームと、母ルイザ・パームの間に生まれた。 1870年より、父ジョンが、オランダのロッテルダムのスコットランド人教会の牧師になるが、パームは、エディンバラ医療宣教会の寮に寄宿して、宣教師としての訓練を受けながら、1873年に、エディンバラ大学医学部を卒業し、医学士と外科医学修士を取得した。1873年7月12日に、同じ頃日本に派遣される。 スコットランドウィッチ長老派協会の宣教師、ロバート・デイビッド・スンと医療宣教師ヘンリー・ホールズと一緒の総公会に出席した。1874年2月12日にメアリと結婚して3月に日本へ向けて出発5月15日に横浜に到着する。パームは到着後にヘボンを訪ね相談の結果しばらく築地に滞在して日本語を学ぶことになった。 須山という日本語教師を雇い、水谷総五郎、哲子という国を雇った。翌1875年1月16日に長女が誕生するが、1月19日に妻メアリが死去する。そして1月25日には長女も死去する。悲しみから立ち上がり、4月から新潟で医療伝導を開始することになった。パームにはすやと 水谷夫妻、さらに聖公会のイギリス人、ジョン・パイパーが同行した。4月15日にパーム一行は三国峠を越えて、21日に新潟入りをした。早速、港町三丁目に日本家屋を借りて住み、その一部を説教所に当てて、昼は医療活動に従事して、夏頃からアメリカオランダ改革派宣教師マーティン・ワイ・コフの教え子、 アメノモリのブナリを紹介され、アメノモリが説教の通訳をした。しかし、新潟の現地人に拉致されて頭痛になったアメノモリは、3ヶ月で、ブラウン塾に戻ることになった。アメノモリの大役として、日本キリスト公会の青年長老の押川正義が、志願し、1875年12月に到着する。この年の末までに、新潟で日曜礼拝が行われるようになり、 1876年まで5人がパームより洗礼を受けた。1876年には住居を町の中心部に移し、2軒隣の家を病院券、新学生養成所にした。1877年新年からは、佐渡、亀田、水原、葛塚、中城、柴田、沼水、長岡などに伝道と医療の働きを拡大する。 定期的に巡回する伝道出張所の数は10カ所に及んだ。1879年にパームは中条に家を購入して説教書にした。4月には新しい夫人のイザベル・メアリ・コラスと共に中条を巡回した。1880年までに88名がパームから洗礼を受けた。1881年には会員73人で新潟協会を組織した。 1880年に8月6日に、新潟大火により診療所が消失したが、エディンバラ医療線協会から援助により、南浜通り二番町に移転し、病院を建設し、パーム病院と解消した。この大火のきっかけで、押川正義と吉田亀太郎が宮城県伝道のために仙台に移動した。1883年4月に大阪で、 第2回在日プロテスタント宣教師協議会が現地協会の自給というテーマで開催された。パームはその会議で医療伝道の位置というテーマで講演した。その半年後の1883年10月30日に歯科休暇のためにイギリスに帰国する。その後、パームはスコットランド各地で医療活動にあたり、1929年1月11日、 ケント州エイレスフォードで死去した。ありがとうございます。